押しましたさっき。押してないです僕は。押してないですか。この顔を見てください。はい。押してないですね。押し完全に触れてもない。触れてないですね。触れてない。わかりました。ありがとうございます。僕じゃない。押したか押してないかだけちょっと教えてもらっていいですか。何ですか。いやいや多分ご自身でわかると思うんですよ。押した？押したか押してないか。僕はだって足をポインってだから後ろの方だから。ご自身では押されてないという真っ先は押したっすよちゃんと今どんだけ聞いても押してないという押したのは触ったのは真っ先のだけです。わかりました。すいません。はい押したか押してないかっていうのを聞いてるんですけど、はい。まあ今日水神祭が行われて、スタッフしているんですか。いやまだ今のところ誰もいなくてですね。いや、本当に押してないですね。本当です。はい。わかりました。押したか押してないかをちょっと聞いてるんです。ああなるほど。はいはい。でどうだったでしょうかねって杉山さん。どうですかね。僕の中では押してないと思いますけども。あ、本当ですか。みんなこうわーって来ちゃうんで、絶対前のめりになっちゃうんですけど。ポジショニング的にすぐ後ろにいらっしゃったんです。そうなんですよね。僕赤井さんの後ろいたんで。押してないです。うん。で、あ、大谷さんたちが後で来たんで。ああ。なるほど。なるほど。真後ろにいらっしゃったんですね。映像上、はい。まあ疑われてもしょうがないと思いますけど。しょうがないですよね。まあ僕の中ではそんなもう悪いことしない。まあこればっかりはしょうがない。しょうがない。後ろにいらっしゃった。しょうがないです。やっぱ押されたんですかね。いやそんな押してはないと思うんですけど、ただ。ちょっと周りの空気に飲まれてしまったみたいな、僕もそういうところあります。やっぱこれ押したことが分かるとダメなんですかね。はい、そうですね。押した相手がちょっとまずかったんで大丈夫かなと思ってるんですけど、ちょっと歯切れが悪くなってきてますね。そうですね。今ちょっと愛知支部がごたごたしてきてるので収集つくのをちょっと待ちたいなと思ってますけど、はい、やっぱこれがもし公になった場合、はい会社の存続にもかかってくるところですよ。そうですね。うちの会社もちょっと潰れる、まあちょっと方向性がちょっと見失うのかなっていう気がしてる。大丈夫ですか。ただ僕は他にも容疑者はいると思いますよ。はい。ちょっとその辺はちょっとまだ。そうですね。引き続き取材の方していただいて、はい。僕は直接赤岩さんには指一本触れてません。本当に僕は押してません。赤岩さんを。わかりました。すみません。はいちょっと邪魔になっちゃうんで、これ以上はちょっとやめようときます。おじゃじゃ。前後ろ前。勝ち釜ムービーっていうちょっと収録班なんですけど、一つ聞きたいんですよ。はい、押したか押してないかだけ。押したっす。え？何がですか？押したんですか？大和選手。押しました。押しました。なんかポーズのそうですね、やっぱり師匠の前とできて、あとはガマゴールでできたのが率直嬉しいですね。はい、下からも精一杯頑張りますので、応援よろしくお願いします。